マルチプレイ3日目、突如現れた大量のケーキ。何かと思ったらユキさんの誕生日だったのだ。自分の誕生日ケーキを土足で踏みつけるユキさんに、僕は心を込めてお祝いコメントをしたのであった。また一切老けたな。その後、やはり僕は海底神殿に呪われていることが確かめられた。僕が海底神殿の第一発見者だ。全員が作業中なので、整地や穴掘りはすごいスピードで行われるが、残念ながら建築は苦手なようだ。自宅以外に建物がなかったので、僕はゾンビ肉保存用倉庫を作ったのであった。翌日、事件は起きた。勝手に倒しやがったな。ワールドに入ったら完全鉄装備の人が3人。これからエンドに行くのかな？よし、撮影だ。って意気込んでいたら、エンドラ倒しちゃいました。その後、雨が降る中、僕はエンドラの卵を呆然と見ているのであった。普通、エンドラは最終回などの特別回で、メンバー全員で倒すのが普通だと思うが、僕らにそんな常識など通用しなかったのだ。その後、僕はこの海の家の建築を始める。しかしまた事件が起きるのであった。突然爆音が鳴り響き、僕は慌ててユキさんを探したのであった。あ。ウィザーが死んだー。マルチプレイ4日目にして、エンドラ、ウィザーは倒されたのであった。しかもいつの間にかまた頭補充されてるし。まだ何も始まっていないのに2大ボスは倒されたのだ。そして僕はこんな結論にたどり着いた。このチームには普通のマルチプレイ動画の常識は通用しない。いや、むしろ通用しない方が面白いのでは。何の計画性や連携性もないまま。そこにいる人たちがその場その時のノリで、勝手に好きなことをやっていく。好きな時にワールドにログインし、勝手にいろんな作業をし、勝手に動画を撮っていく。それでいいんじゃないかな。自分が知らぬ間にいろんなものができていく。何が起こるかわからない。そんな未来が見えない状況で動画を作る方が、ギャンブル的ではあるが、楽しいに違いない。僕らは全員ゆっくり実況者。いつも一人で作業をしてきた。その過程で培われてきた個性を最大限に発揮するには、全員の話にする方がいいのだ。下手に拘束したら面白くなくなる。きっとそうだ。いつの間にか看板の文字が変わってる。ふむ。センスあるしだ。それはともかく、これから無計画に動画を撮って、面白かった部分があれば動画を編集しようと思います。いつもの動画とは異なり、こっちは日記みたいなものですね。暇な時にのんびりと見ていただけたら嬉しいです。まあ、エンダードラゴンのことは許そう。今さらエンダードラゴンなんて倒しても面白くないさ。あんな弱いドラゴン、ゾンビやクリーパーと戦うのと同じさ。もっと面白いこと他にもあるさ。まだ気づかないのか。そっちだってば。近い近い。だからそっちだってば。仕方ないなぁ。僕が案内しよう。秘密の地下施設へようこそ。建設中は入るなって看板立てておいたのに、誰かが入った形跡があったんだよなぁ。一部ブロックが変わってたし、あの天の逆かなぁ。おしゃれな海の家の地下には、小さい洞窟を利用したネザーウォート畑があるのだ。さらにポーション実験室も作ったのだ。地下にあるかっこいい実験室的な部屋が好きなんです。ユキさんからこんなツイートがあったので、ネザー水晶を集めさせました。おかげで大量にネザー水晶を使うことができましたよ。醸造台はいっぱいあった方がいいんだぞ。一度に大量生産すると後が楽なんだぞ。出口は一番奥。なぜはしごではなく水流エレベーターにしたのかは不明。細けいことはいいんだよ。いやいや、完全に立派な海の家だ。赤羽さんが穴に興味津々。
人参を貪りながら穴を覗いています。この穴を見るのは初めてかな。ふみさんが地下でこっそり作業をしていたのですが、事故で僕は下に落ちて作りかけのこの地下施設を見てしまいました。いきなり床に穴が開いて落ちたんだ。ちょうど粘着ピストンで動く1ブロックの上に僕がいたんだ。あれはミラクルだったと思う。アッキさんが穴に落ちました。入ったはいいが、どうやって出るのかがわからない様子。大丈夫かな。泣かないでアッキさん、今助けに行くからそこを開けて。こっちに出口があるんですよ。ここに立ってボタンを押すといいことが起こります。出口から赤羽さんが落ちてきた。これもまた地味なミラクルだな。行政射出。どうやら使い方を理解した様子。では僕も出ます。いつどこでスライムブロックを手に入れたんだ。スライムブロック欲しいんですけど。いや、それよりもまず防具が欲しいです。まだ一度も防具を身につけていません。何？ダイヤがあるだと。独り占めは良くないぞ。後でこっそり僕に半分渡すんだ。みんなには内緒で。なんてやましい考えはこれっぽっちも持ってないですよ。僕は模範的な紳士ですから。その後、赤羽さんとアッキさんと共に砂漠の村を探しに行くことに。僕が一人で散歩をしている時にたまたま見つけた村を目指します。が、方向音痴の僕は早くも不安を感じています。そして僕が見つけたのとは違う村に到着してしまうのであった。しかもすでにアッキさんが来たことのある村だったのだ。さらに村人は誰かによって誘拐され、今は無人の村になっていたのだ。結局僕らは何の収穫もないまま帰ってきたのであった。しかし、この後僕は見つけた村の座標のスクリーンショットを撮っていたことを思い出す。そして村を見つけることに成功したのであった。村を保護するために3人で柵の設置をするが、結局柵が足りず村を囲うことはできなかったのだ。ここでブランチマイニングをしているユキさんから報告が。なんと生放送をしていたのだ。ってことはユキさんの生放送に僕らの会話が全部映ってる。出現とかしてないよね。実はこの村の作業が終わった後、僕は一度ログアウトするのだが、まだユキさんの生放送が続いているのに気づき、生放送に出たいがために再びログインするのであった。結局全員が動画を録画中。ゆっくり実況者だから仕方ないね。動画を撮る癖がついているのです。ユキさんの生放送の後にアッキさんの生放送があったのですが、フミさんのせいで拠点がネザーオートバイオームになってしまいました。なんてことをしてくれるんだ。ソウルサンドの上でクリーパーに襲われたら危ないんだぞ。ということで今回はここまでにしておこうと思います。こんなことがあったという報告の動画です。それ以上、それ以下でもないのだ。